はい、今日は浜松のウエストクラブさん、キャデラック STS を見に来ました。レギュラーですね。早く入れていただけた方がもなおいいですけど、で燃費はやっぱ6速になってからの方がいいんですが、2006年モデル110万円ボディカラーブラックですね。この年式はシートなんですが、はい、2006年型キャデラック STS 3.6、車両本体価格今110万円で出てる車です、走行距離は6万8000キロ、非常に綺麗ですね。傷はありますけど、目立つ大きな傷とかはありません。それではちょっと内装インテリア見てみましょう。はい、内装ブラック、レザーシート、キャデラックっぽいですね。よいしょ。まあ、全体的にすごく綺麗です。まあ13年経ってますんで、それなりに経年劣化で多少傷んでるところは当然あるんですが、かなり綺麗に使ってる車だと思います。このモデルはエンジンプッシュスタートですね。うん、エンジン程度良さそうですね。走行距離カードが挿入されて、6万8461キロ。バッテリー新品っぽいですね。平均燃費リッター 7.2 キロ、結構走ってますね。確かカタログ値で 6.8 とか、カタログスペック7キロいってなかったような気がするんですけど、まあちょこちょこ傷はありますけど、全般的にはすごく綺麗な状態だと思います。はい、オートマですが、この型の STS、まあ、STS としては最後の形になるんですが、この年式は1、2、3、4、5速ですね。これ後期モデルになると確か6速になります。で燃費はやっぱ6速になってからの方がいいんですが、この5速でも特に不満は感じないですね。まあこの世代、この年代だとパドルシフトはついてないんですけど、まあパドルカチャカチャやるような性格の車ではないんで、別に必要ないかなと思います。とですね、ナビなんですが、ディスク入れるとこ2つありますけど、確かえー
この時代ですから DVD ナビです、これは西日本版2012年って書いてありますね、6年前か。どうだろう、これよりも新しいの手に入るのかな。まあでも、まあ普段はスマホで Google さんを使うんであんまり関係ないかなと。じゃあちょっとリアシートを多少傷汚れはありますが、全般的には綺麗な方だと思います。うん、内装2006年型っていうことを考えれば上等じゃないですかね。キャデっぽくていいですよね。トランクルーム、なんでしょう、ウィンドウがかなり後ろまで来てるスタイルなんで、開口部は、DTS とか CTS みたいに広くはないんですが、奥行きは十分だし容量はそれなりですね。あんま使った形跡ない、綺麗ですね。3.6 リッター V6 縦置きですね。非常に静かですね、VVT 可変バルブついてます。4.6 のノースターとか 4.4 の、スーパーチャージャー付き STSV 用のエンジンも積んでるエンジンルームですから十分余裕あります。かなり奥まったところにエンジンが入ってるんで、重量バランスとかは V8 とかよりいいんじゃないですかね。パワーは後で、調べますけど256とか7とかそのぐらいだったと思います。トルク35キロぐらいだったかな。またちょっと後で、カタログを見てみます。エンジン調子いいと思います。まあ、今日はナンバー付きの車で試乗もできますんで、ちょっと後でその辺もチェックしてみます。これガソリンはレギュラーでしたよね、確か。そうですね、レギュラーですね。早く入れていただけた方がもなおいいですけど。まあ特に気になるところは何もなし。うん。
実に乗りやすい素直な車ですね。大きさもちょうど手頃だし、でかくもなく小さくもなく、5メーター切ってますよね、確か。都内の駐車場も楽に入れますね、これだとね。でも入れないっていう駐車場がなくなってるから助かりますよね。 FR だから同年代の DTS とかより全然小回り効きますよね。効きますね。効くし、あの駐車場入れるのは楽ですね、これね。うん、でも乗ったらやっぱりアメ車らしい車ですよね。V6 だけど全然パワーは気にならないですね。言われなければ多分わからないと思います、うん、言われても多分エンジンルーム見て初めてわかるかと思います。そのぐらいあのトルクルですね。パワーで乗りやすいですね。こういうシフトの方がまだいいよね、今時の。なんかあパソコンのマウスみたいなあのシフトになってくると事故起こすよね。あのメルセデスのスイッチみたいなやつとかあんまり好きじゃないですね。プリウスなんかも俺はあんま好きじゃないですね。セレクターではちゃんと欲しいですね。そうそうそう、パーキングはボタン押せばパーキングですとか、ああいうのは、あれはちょっと好みじゃないですね。やっぱこういう昔からのシンプルな形が見やすいよね、やっぱり。Thank you.